はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、テンスラのとのね、コラボイベントについてなんですが、アイコンもね来ましたね。で一応ね必殺技とかもなんか少しずつ情報解禁してきたので、まあ一応ねこの好きなコラボキャラ一体プレゼントが31日水曜日のね11時59分までなんで、昼のね、なんでそれまでに一応好きキャラのねポストがねされると思うので、はい、まあちょっとね種族もびっくりしちゃったんですけど、まあ、今回ね、15体いるの中から必殺技ね判明したやつ紹介していきたいと思います。一応ねリムル、スライムのリムルなんですけど、まあ、前回のねこのスバのアクア様もそうだったんですけど、水なのに、水っていうかあれなのに不思議かよっていうね、そんな感じなんですが、まあしかもね一番漫画では最強キャラ、アニメでは最強キャラなのに、なんか一番ランク低そうだなっていうね、敵一体ダメージで、でかつねログインでもらえるって書いてあるので、うん、なんか一番ランクも低そうだなっていうね、はい、そんな感じ、不思議かよっていう感じでしたね。であとはテンペストね、テンペストが確かあれだよね、村の名前だっけ、リムルの苗字なのかな、ウルフのね、ランガが不気味になってますね。いつも彼に乗って移動してると思うんですけど、こちらはね、攻撃力アップになっておりますね。で、あと魔王のね、ミリムについては、もう一段階あるんですけど、まあこっちのね、ノーマルミリムについては、プリチーですね。で、暴力振るったら飯抜きだっけ。はい、ということで、まあ、これは特にね、中央消し一体攻撃でボーナス玉作るで、まあ、スキルとかがね、まだ判明してないんですけど、まあ、これは普通系ですかねっていう感じですかね。まあ、ミリムはこの上があるようで、ミリムがガシャだよな。あれどうだったっけな、このスバはアクア様がガシャ、アクア様ボスだったんだよな。だからやっぱりどっちだろう、ミリムか、このリムルがボスだと思うんだけど、どっちがボスでどっちがガシャだろうね。はい、ちょっとその辺がポイントになってくるかなってことですね。でこれはベルドラですね。はい、ということでこれはただ何でしたっけ、あの100キオ肉いの100コンボ以上大ダメージと同じかな、全消し一体攻撃100コンボ以上で大ダメージだから、まあね前の100キオ肉いのと同じっぽいなっていうところで、はい、一応ね今回はここまでが、必殺技のね、情報が解禁されましたんで、まあねもう期間がないのでどんどんね15体紹介が来ると思うので、はい、残念ながらね剣のお師匠さん入ってないんですけどね今回ね、うん、あそう、ミリムとリムルどっちだろうね、ボスでどっちがガシャかっていう感じで、はい、まあ楽しみに。ベニマルとかシオンとかね、鬼人たち、鬼人じゃなくてあれなんて読むんだっけ鬼のね6名の鬼の居残りはいるのと、リムルのねベースになってるシズさんも入ってるんで、はい、なるほどねっていうね、そんな感じですね。なんか敵というより全員味方なので、どうなるんですかね、どういうイベント的にするのか、はいね、みんな味方だよね。だからどうすんだろうね。はい、そんな感じもありつつ、どうなんでしょう、ミリムなのかリムルなのか、どっちがボスかな。でもリムルニョロロンかと思ったけど不思議なんだよな。はい、まあ、ただ2人ともね強キャラだと思うので、こちらね情報解禁楽しみに待ちたいと思います。8月1日からですね。はい。X ね。注意して、はい。楽しみに待ちたいと思います。なんとなくね、アクア様、ボスだったから、リムルボスかな。どうでしょう。はい。じゃあまた明日お会いしましょう。さよなら。両方 UZ だよね、きっとね。